ピックトークキスパスタウン。他になんかある仕事以外でも、どんな過去でもそれがあって今があるわけですから、多分よかった。って言うんだけど、はい、前ね俺がそういうふうに言ってたら なんかね今が俺幸せだからいいよっつったら、木村さんに本当に幸せかどうかって分かんないよって言われて、うん、ドキッとして、あ、うん、なるほど、あそこであの違う道を行ってたら、うん、今よりもっと幸せだったかもしれないっていう考えもあるんだっていうのですごい納得できたんだけど、はい、からその過去を美化するのは良くない、キリがないですよね。まあまあ確かにね、うん、それはそうなんだけどね。でももしその過去を変えられるんであれば、沖さんは秘書ガイドというかこの業界に携わらない方が幸せだった気がする。いや、幸せだったと思います、うん、本当に。それはプレあくまでプレイヤーとしてパチンコパチスロに関わってるっていう方とか、麻雀とかね、うん、もう関わってるっていう形の方がきっと充実はしたと思います。最近木村さんのその意見の意味が徐々になんか分かってきてる自分が悲しいというか、うん、そういうのもね常に考えてるんですよね。確かに。じゃなきゃ出てこないですか、うん、確かに。どんだけ周り考えてるんですか。だからもう自分がないのよ結局こういう人え、そうくるんですか。そうそう、すっかすかなのよこれ。みんな騙されるんだよマジで。だから結局周りの、はい、俺は周りに合わすって言ってるけど結局我が強くて俺が俺がって心の中ではあるけど、うん、木村さんは多分本当にないのよ、うん、毎日が戦いじゃないですか。で常に一番戦ってるふりよ。だって中身がないんだ。スカッ のれんに腕押しだよ。スカッスカッだよ。だから周りにこうすんごい綿菓子みたいなもんだよね。まあ、頭もそうですもんね。あ、そう、頭もちょうど綿菓子みたいな。こうギューってやったら多分2センチぐらいにこれなるのよ。ただやっぱこうバッニックボックウィンクルみたいな、もうこんな感じで。なんかすげえ楽しい。そう、みんなのことを気使ったり、ちゃんと考えて喋ったり、立ち振る舞ったり、スケジュール組んだり、全部段取りしてくれるじゃん。うん、つまり仲がない。なるほど。そう考えたらなんか生きてくさ、うん、楽しみというかさ、あ、俺イケてるじゃんって思わない？思うよね、この人と比べたらさ。まあ、だってスカスカな、ある部分ではそうですね。綿菓子だよこれ、うん、甘いじゃん。あのゴーストバスターズの最後 の、 あのマシュマロマンみたいな感じ。こんな大きいのザー入れて残ったのこんなもん。こんなん、そう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 。まあ敵がやってたんで分かるんですけど。そうでしょ。あんなでっかいの作るのにザラメ来ない。ザラメ来ないでしょ、はい、そう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 、もうザラメだよこれ。ザラメ。あ、今日来てよかったっす本当。そうよね。なんかいつも言われてばっかな。何が七味の唐辛子だよな。ごまはお前だって言ってやれよ。ごまはお前だって。ほら、俺こっち側でしたわ君さん。そうだよそうだよ、置き組だよ。最近ね、そうやってね、俺をこう飲みの席とかでもで盛り上がるのが多いですよ。この間久しぶりに本当まあ、アラートが上げたんで、ああ、まあ、仲いいところで飲んだんですけど、その時にあの YouTube のチャンネルのやつの管理人がそれぞれ一言なんで冗談で言ってたんですよ、うんうん、で、ねえさんはこうした方がいいですね、うん、はははってやってで最後俺になって木村さんは、ありがとうちゃんと言えるようになったらいいですねって言われて、それに対して酒井さんがもう30分が涙流して爆笑してて、やっぱ思ってたんじゃない？ああ、なのかな。で、長田家にはこの間、うん、まあ、あることがあったんですよ。で、あの時に、ケイムさん、謝るの下手っすねってすげえ言われて、で、俺は、謝罪の感謝が下手だったの。確かに、謝り慣れてないわ。俺、ごめんねって言われたことほとんどないわ。ありがとうはあるんですよ。はあはあ、ありがとうもないわ。謝ってんのは本当ないっすね。ないね。結構シリアスな場面で、うん、ごめんなさいねみたいな感じです。あ悪いな。で、なんだっけ。そうやってこうごまかそうとするんだよね。あ、なるほど。でもそういう意味では俺もないかな。その神妙に謝ることって俺できないんです。ごめんねとかよく言う。なんかもう笑っちゃう、うん、土下座とかは平気でできるけど、はい、
いい発見だったね。感謝と謝罪。みんなやっぱ複数の人が同じことを言うってことは多分そうなんだろうね。足りてなかったものじゃないですか、うん、足りてないものだよね、うん、頑張ろうねこれから謝ることなんか一個もねえまあ確かにだって正論言う人はそれは謝ることないもんね、うん、そうですね、もういつも言いまかされますからね。そうだから結局正論言う人って中身がないのよ。いや結局そこにたどり着くのよ。だって正しいんだもん。そうですね、ちょっと違う角度から見ようよっていうのができないのよ。俺責められたんですか。でもいい人だよ。そうっすね。いい人出た。ちまった。ね、面倒見ね。ね、もういいって取ってつけたようなね。いい人でもいい人。いい人だよ。俺はこの業界まだいるのはこの人がいるからだ。私も本当。本当に木村拓哉あっての。あ、それはないけど。あ、そうっすね。別にだって俺も同じぐらいできるし本気出して。この前手相見てもらったのよ。したら沖さんはあの今ももちろん人気はあるんだけどもっともっと人気出ておかしくないですよ。もっとこうすごいことができるし仕事もできるしお金ももらえますよ今のもう何倍もって言われて、あ、俺ね自分でセーブしてるんですよそういうの嫌なんでやりたくないんですよっつったら、そうなんですねってちゃんと出てます、うん、これ全然1位とかなれるその素質持ってますよ。俺も見てもらいたいですその人。あ、多分ねダメだと思う。タケちゃんは同じこと言われるかもしれないですよね。タケちゃんとあの人とあの人はもうダメだと思う、はい、そういうまあわきまえてますんでね、うん、そういう素質じゃない、うん、そうじゃないので存在感をアピールできる。もう人のスリップストリームでなるべく風受けないようにこう。そうでしょ、はい、ただ風受けたがる人がいんのよ世の中には、はいはい、ね、俺はヨットの帆だみたいな感じでさブワッて受けてタイタニックみたいにさ、そう俺がこの船のキャプテンだ、はい、船長だっつって、はい、すげえ人がいんのこう引っ張ってく人がさ俺についてこいてきて嫌よねそういう人ね、うん、いやエンジンは風のくせにね。そうそうそう。エンジンは所詮風なのにさ、俺のおかげだ、来いみんなみたいな人がいるのよ。勘違いな人がさ、そうならないように俺らはしようよね。もう私はその辺は、そうそうそう。心地いいですよ。こんぐらいでふわーっとやってるのは。まあね。人様の番組で無責任に。やっぱゲストがいいじゃん。そうっすね。俺も。はい、ただ。この中に一人だけゲストに呼ばれないかわいそうな人がいる。で本人も悩んでんだって。かわいそうだよね。もう悩んでんの。誰も呼んでくんないの番組に。恐れ多くて呼べないっていう。もうね何年もゲストやってないんだって、うん、その人。だからもうそういう風になったら人間終わりだと思うんだよね。いや本当に、いや、そ違う、その業界では終わり、その業界では終わり、これ以上ないんだよ、もう天井なのよ。キムさん終わらせたくないんで、じゃあ、うん、わさたけに呼んでみましょうか。あ、いいね、行っちゃう。いいんじゃない、わさたけ。真冬じゃなきゃダメだよ、朝。真冬先に並ばしとかないと。なるほど、一人で、うん、いいっすね。そう、さあ次は誰でしたっけ。番号言うやつ。はい、10言ったか。いや違うんですよ、いやわざとなの。あ、わざとなの。そうわざとなの。え、わざとなの。わかんじゃねえよ、気持ち悪い。いや、マジわざとなの。2回言ってもいいのかなって思ったんですけど、わざとなんですよ。だからここいらないことするんですよ。ういひょー、マジっすか。なかったことにしてください。じゃあ、いや、もうダメっす。ダメっすか、はい、ラッキーセブンで7でお願いします。コントラッキーセブン。事後報告。事後報告。事後報告。あ、これ素晴らしいのが1個ありますね。ほう、はい、あのつい2日前にですね、ちょっと地元の商店街を琵琶湖さんと一緒に歩いてたんですよ、はい、ちょっと2人で行く用事があって、そしたらまあ古着屋さんがあって、はい、買い取り専門古着みたいな、はい、ブランド物を高く買いますっていう、ずっと気になってて、あ、これそろそろ売ろうと思って、で次の日か売りに行ってもらったんですよね、はい、バーってもう大量のやつを、まあ売れました、はい、そこそこいい値段もつきました、よかったですっつって、
お小遣いをこうパッて渡したんですよね。したらなんかもじもじしてるんですよ。もじもじ、うん、何なのかなっつったら、どうしてもやっぱ絶対にもう言わないでおこうと、秘密にしとこうと思ったけど、ちょっとやっぱ言わなきゃいけないと思うんで、うん、言うっつって、実は2年ぐらい前に買ってくれた高いなんか上着があったんですよ、うん、あなたに買ってくれた、うん、それを数ヶ月前にあそこで売ったっていうのを俺に事後報告してきた。そん時の俺の、まあ別に物を買ったわけだから全然俺はどうでもいいんだよ、うん、もう買ったものはその人のものだから。ただそれをずっとこう言わないでもじもじしてたっていうのにちょっと怖くなったっていうか、実は売ってましたっつったら、すっげー高く買ってくれたっつってニコニコして言ってたから、ネタとして言ったんじゃないですか、うん、いや分かんないけどちょっと怖くしました。じゃあ奥さんはそのどういうタイプの人、じゃあそのシチュエーションがありました、うん、っていう時に、うん、その売った時に、いや実は売ったんだよねってすぐ言う人なのか、うん、それともその実はそう言っててもじもじして言う人なのか、うん、それともさもう墓まで持っていく人なのか、うん、どういうタイプがいいんですか。いや言ってくれ、もじもじして言ってくれる人が良かったね。あ、じゃあドンピシャなんだ。だからドンピシャだったね、うん、でも怖いって言ったじゃないですか、うん、だから完全に信頼というかそういう隠し事はないと思ってたから、今までこの10年間、あ、こういう人でもそういうふうに隠すことがあるんだって、ちょっと人として人間が怖いというか。なんで打ち明けようと思ったんですかね。ねえ、分かんないね。いや両親の呵責に耐えられない、うん、耐えられない、そうそうそう、多分そう、ええ子や、ええ子やね、うん、って思いました、はい、それが事後報告ですね。何かありますか。事後報告したっていうのはガイド入ってしばらく隠してた攻略法とかを昔やってましたって話ですかね、はい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 、ちょっとコンプライアンス的に、はいはい、とま、今の時代はなかなかね、はい、厳しいかもね。隠してました。でも表に出ててやっぱあるみたいですよ、そういう裏の方から。ああ、そういう元仲間から。ああ来ましたね、何年か前に、うん、まあ、中野区の某ホールで、うん、まあ、仕事で行ってた時に、うん、中竹さんとか覚えてますか。はっつって、うん、もう歯とか半分ぐらいないんですよ、ハゲ散らかしてはいはい、はい、こんな人知らねえけどなと思って、あのスペスペとか一緒に回ってたなんとかですよ、ボフセットとか。名前言われて思い出したの。思い出せなかったですね。へー、頭の中にいろんな人を検索したんですけど、ああ一致する人がいなくて。それはもう何機種も何十機種も何十通りのやり方もいろいろやってたからね、うん、で、今何してるんですかって言ったら、ジャグラーで食ってるって言って、ああちょっとした風が吹きました。ちょっと風吹くね、うん、ファーっとね、吹くね、うん、なるほど、ジャグラーでね、うん、みんなそういう攻略とかやってて、その、まあ、仲間とか知り合いでも耐性した人っているの。一応なんか貿易とかに手出した、なんか当時、まあ、中国人とかもいたんですよ、うんうん、いたね。でそいつらが金貯めて向こう帰ったらもう大富豪、うんうんうん、でなんかあの事業を起こしてっていう人もいて。ってことは日本人で一番の出世頭ってタケちゃんなんじゃないの。安定度を含めたらそうかもしれないですね。ただ当時、まあ、仲間にはその中国に行ったやつとなんかなんだ貿易的なことをやって、はあ、まあ、2億だ3億だ稼いでるっていう時期もあったけど、結局その後なんか向こうが飛んでどうのこうのとかで偉い目に遭ってるんで、なんかそう人ね、憧れの部分あったじゃないですか、うん、あった、むちゃくちゃあった、むちゃくちゃあった、うん、そんなのだけどね、やっぱり続かないですね、うん、長い人生で見るとそうよね。結局一瞬の輝きというか、やっぱ濡れて出会わっていうことってめったにないんすよ。まあ、確かに華やかでしたよ、もう、うん、毎晩あのいいお姉ちゃんいるとこ飲み行ったりとか。毎晩あれでしょ、うん、何十万も使うような話でしょ、うん、これ貯めときゃいいんじゃねえかって俺思ってましたからね。 あその時思ってたんだ。思ってました。でもそういうのが嫌になって
離脱したんですよね。あ、みんなこうその人の器量度量を超えた以上のお金って持つと、うん、同じ使い方するじゃないですか。違う形でこう承認欲求が出てきて、うん、それがブランドものだったり、 その派手なお金の使い方だったり、うん、すっげえバカみたいな車買うやつとかね、いるよね、一人ね。あ、俺に言ってんの？いつまでも続かないって。もう週に1回も乗らない、月1ぐらいでエンジンかけるためだけのね、ああいい音だって聞くためだけにね、どんだけ昔人に迷惑かけてたか。いや、冗談抜きでね、それどの面下げてそんなこと言えんのかなって。俺は常に笑ってるよ、あなたが正論言うたびに。